どうも、ジャミーです。今日はですね、バーサスフランスの解説をやっていこうと思います。では見ていきましょう。テトリス戦ですね。まあ今まで、基本的に対プヨ。プヨ対テトリスの試合を挙げたんですけど、まあ久しぶりにテトリス戦を解説していこうと思います。さあ、こちら DD 砲から穴が良さげですね。下穴が結構直列で来ているのに対し、フランスも結構直列で来ているので、これは、お互い火力出そうではあるが、俺が連組んでる。4列連。さあ、4列連組んでるのに対し、しかしフランスも地形いいぞ。地形良くて、T スピンダブルから、堀にかかってるけど、これ、しかし、こちらの連強いですね。13連の2ライン消し。さらに、T スピンダブルが間に合わず。まあ、間に合ったとしても、刺さってますね、今の。13連目での2ライン消しだったんで、しかも。1ライン消しより火力が高いんで、かなり、折れましたね。連の繋ぎ方が良かったように感じた。T スピンシングルにしてから、T スピンダブル打とうとしているところに対し、俺はそこを総裁外す。T スピンシングルから、T スピンダブルテトリスを打ってって、若干俺地形悪いですね。ちなみに右側なので、いつも左側だったんですけど、今回は右側ですね。まあ基本的にキャラは JL を使ってるんで、わかると思いますが、右側です。あ、テトリスって、ホリレンのルートにして、Z ミの T ミノまで連繋げてる。それを総裁外されて、T スピンダブル作ったけど、T スピンダブルには、打たずに、フランス削ってますね。あ、こちら T スピンダブルからホリレン、L ミノ、I ミノまでかな。I ミノまで放るのに対し、バックトゥバックつけて、T スピンミニからテトリス。で、BTB 付きの T スピンダブルですね。お互い総裁して、うん、まあ、これは五分かな。こちら先読みして T スピンダブルの先読み。総裁外してから T スピンダブルじゃなくてテトリス打ってから T スピンダブル。それを相手も総裁外してから T スピンダブル。2ライン消し2ライン消しと穴バラを送ってるのに対し、フランスは結構火力重視にしますね。さあ、そこで T スピンダブル組んだが、これはどうなんだろう。テトリスを総裁外して、こちらも、ちょっと地形苦しいですけど、フランス側も割と地形苦しいですね。お互い苦しいが、どちらかといえば、こちらの方が地形的には余裕がありそうだけど、これ堀連繋がる。7連、8連まで繋がる。さあ、これで、まあでもこれも五分五分かな。だいたい五分五分だと思いますね。E ミノ、T ミノ、I ミノまで連で掘って4連。先読みして、T スピンダブルにする。T スピンダブル打つ。あ、それを総裁外されてからテトリス打たれるが、俺も総裁外してテトリス。これ下穴が割といいので、フランス側もお互い穴いいですね。結構やっぱり穴バラの時は穴バラで、こっちが直列の時は相手も直列みたいな。そんな感じの試合になってますね。さあ、こちら穴バラ来る。しかし、ホリ連で6連まで繋げて、なんとか復帰する。T スピンダブル打たれて、結構劣勢になったけど、しっかり掘れてるんで問題ないですね。これ受けてから、アイミノ、じゃなくて、オーミノ、アイミノ、オーミノ、ジェイミノまでか。さあ、T スピンダブル。これ一回フェイントかけましたね。T スピンダブル打とうとしたが、一回フェイントかけて、ホールドして T スピンダブルをしっかり相手に送ると。さあ、これはどうだ?こちらも地形結構危ないけど、なんとか掘れた。テトリスまで間に合って、テトリス間に合う。さあ、しかし、テトリスの追い打ちが来て、かなり厳しくなってるな、これ。さあ、T スピンダブル打たれて、アイミノ繋げて、エルミノそっち置いちゃったか。今のはちょっと、自分の方は、エルミノじゃなくて、ジェミノで掘るべきでしたね。左側はジェミノとかで掘れたと思うんですけど、上部でちょっと焦っちゃったかな。右側に置いちゃったんで、それが敗因でしたがね。掘りのルートは一応あったと思うんで。ちょっと判断ミスで刺さってしまう。さあ、これ相手の置きミス見て、連組みましたね。連組んで、さあ、ここまで来れば相当有利だと思う。しかし、相手の穴が結構いいので、ワンチャン耐えられるかも。9連、10連、11連、12連、13連。それに対し、でも結構惜しかったな。
うん。あとちょっと、無理やり Z ミノで屋根作って T スピンダブル打ってたけど、自然に T スピンダブルというか、綺麗に T スピンダブルが作れて、なおかつ、その後も総裁というか火力を送れれば、ワンチャン耐えられるぐらいまではありましたね。さあ受けて、テトリス。これもテトリス掘りですね。テトリス掘りで、フランス先読みで、テトリスから T スピンダブル。こちら強気に、総裁外してから T スピンダブル、T スピンダブルと打って、S ミノ、L ミノ、I ミノまで。これ強いですね。かなり連が繋がった状態のテトリスなんで火力が高い。さあさらに先読みして T スピンダブルの追い打ちで刺さる。これは良かったですね。しっかりアイミノまでの堀のルートを見て、連で繋げて、相手をジリ貧にしてから、しっかり先読みも兼ね揃えて、テトリスから、T スピンダブルと打って刺していくと。これはまあ内容はかなり良かったと思います。もう一個見ていきましょう。テトリスの解説ってやっぱりその、早いですからね。お互い、その、なんつうんだろう。状況の展開が早いんで、こうやっぱり解説してるのも難しく感じますね。さあ、これ俺 DT4 を気ミスして、社畜トレインという技にリカバリーしたが、Z ミのミスって致命的で刺さる。一応、社畜トレインという技で T スピンダブルでリカバリーしたものの、Z ミノの置きミスが致命傷になっちゃいましたね。Z を突っ込んでから連繋げるルートだったのかな。しかしミスって刺さる。さあ相手 T スピンダブル。で、こちら DT4。T スピンダブルから、エルミノの3ライン消しか。しかし、フランスがかなり火力作ってるな。T スピンシングルから、危ない、ギリギリ。ギリギリ耐えたものの、で、トミで妥協したか。今のまあでも、T ミノで、ホリレンってか繋ぎた方が良かったですね、どちらかというと。アイミノから T スピンダブル打とうとするものの、出現ミノの位置が刺さって刺さる。ちょっと、間に合わなかったですね。ちょうど刺さってしまう位置だったので。今のは、連を途切らせずに T ミノで掘るべきだったかな。そこを途切らせて、T スピンにしてしまったのが敗因でしたね。さあ、これ T スピンダブル打って、テトリス掘り、綺麗にテトリス掘りして、T スピンダブル。まあ、穴的にはこちらの方が、穴バラは来ていないので、有利ではありますね。さあ、2ライン消しで穴バラ送りながらと思ったけど、相手操作当てる。T スピンダブルで返して、ここでテトリスを打って、さあ、相手操作当たんなかったんで、相当辛い。なんとか T スピンシングル打てる地形にはなったけど、うん、大ミノ置いて、Z ミノ置いて、2ライン消し、多分しようと思ったのを、大ミノミスったのかな。しかしまあ、大ミノがもう一個右側に置けてて、Z ミノで2ライン消ししたとしても、こちらの火力が高かったので、おそらく刺さってるでしょう。さあ、こちらインペリに対し、フランスが火力、てか、普通に中開けてとるですね。で、どんどん火力を食って、お互い総裁の外し合い、外して、あ、こう T スピントリプル組んだ。この T スピントリプルは TD アタックという、まあ、かなり火力が出るテンプレなので強いですね。T スピントリプルから T スピンダブルという、TD アタックという技です。T スピンシングルにして、一回受けてから Z ミノで T スピンダブルの先読みにして、T スピンダブルからテトリス。これどんどん火力を送ってるんで、かなり火力高め、強い。さあ、しっかりテトリスで T スピンダブル打って、さらに、T スピン、でね、テトリス、T スピンシングル、テトリスと。火力高いですね、これ。相手の T スピンダブル。これもしっかり、総裁外して、相手見て。で、これダブルダガーですね。さあ、ジェイミの今の置きミスしたけど、どうだったんだ ?2ラインでちょうど刺さってたかな。ジェイミの一応、1ライン消せてれば、アイミの間に合ったか、それともギリギリ刺さってたかは、まあわからないですけど、あ、こちらのダブルダガーがあったので、おそらく刺し切れていたでしょう、今のも。
あ、かなり激しい火力の送り合いですね。あ、T スピンダブル打たれて、テトリス、からテトリス、T スピンダブル、ですけど、フランスが結構掘れるぞ。Z ミの S ミの T ミのまでかな。8連まで繋がるんで強い。しかしこちらも穴良くて、相手も穴いいですね。さあ、お互い穴良さげなんで、結構火力は出そうではあるが。しかし、フランス側の方がどちらかといえば地形いいですね。T スピンダブルテトリスと打ったけど、まあ、しかしこちらも地形は悪くないので、まだまだ続きそうな感じではあるね。ここでテトリスにして、テトリスで操作されてる。ちょっと TV の消費してしまったが、うまい感じにドネイトにして、掘ってって、テトリスボリー、T スピンダブル、それを T スピンダブルで、操作当てられて返される。あ、ちょっと JB の置きミスしてしまったが、じゃない。いや、いいのか。JB のか。JB の置きミスしてしまったが、うまく STSD でリカバリーする。さあ、これまあ、かなり相手に穴バラがいっているので、それを見て総裁外して決めに行こうとしている。これいい判断でしょう。しかし、堀連でなんとか耐えてますね。さあ、あいみの多分右側に持ってきたかったんだろうな。しかし、時間的に間に合わずに妥協した。この先読みうまいですね。3ライン消しから T スピンダブルの先読み、フランスうまい。しかし、こちら、どん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 火力を振れる地形だったんで、テトリスと打って刺さりましたね。これはどうだったんだろう。あ、フランス側のアイミの、おそらく、一番右に置こうとしたところで、間に合わずに真ん中ら辺に妥協してしまったのが、結構勝敗に影響したかな、多分。地形が悪くなってしまったので。3ライン消しから T スピンダブルの先読み良かったですけど、まあ、こちらの地形もね、かなり良かったんで、どん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 火力送って刺さっちゃった感じかな。まあ、結果的には火力をどんどん送って、相手のミノを間に合わせずに、間に合わせることをさせなかったので、まあ、これも良かったと思いますね。はい。はい、じゃあま、こんな感じで今日もお疲れ様でした。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。